た。はい、こんにちは、じいちゃんはんです。見えない見えない、ヘッドライト消して一回。はい、じいちゃんはんです。こんにちは、こんばんは。ピントがボケてんだよな。はい、今回やってきたのが、わかんねえ、 80m 向こうが平塚、ここが大谷さん。はい、大谷義継の陣墓、陣跡じゃねえや、陣じゃねえなこれ。では、まあいいや、この 470m の墓行ってみましょうか。入りましょう。え？見て。階段か。世の中で三大嫌いな中の一つ、階段。階段長いぞこれ。さあ、皆さん、今から何やった？大谷義嗣というところへ来て、墓。あ、大谷義嗣ってすげえ、結構活躍してるんだ。うん、だいぶ活躍してる人。すげえな、こいつ。こいつが。へえ、知らなかった。何が見えているんだ。あ、誰だ。誰だった。大谷さんね。大谷義嗣。うん。あ、この人はすごい。あ、取りまとめがうまい人だ、この人。すげえ。おお。あ、この人すげえね。人見知りもしない。そうね、本人は人見知りしないな。意外とよく喋る人なのよね、武士にしては。気さくっていうのかな、今で言うと。うんうんうん、武士としては珍しいタイプの方だな。もうそんな余裕なさそうやね、君。この山の中だと思わんかった。あ、今、まあ、ここはお墓だから、その武将っていうか、その家来がおるっていうわけじゃないから、なんとも言えないと思うんですけど、今分かったのは、さっき言った通り、武士にしては結構人望が厚くて、おしゃべり、ちょっと武士としてはおしゃべりっていうか、よくしゃべる、人見知りのしない、お店で言えば店長さんみたいな。どうなの？あのね、関ヶ原で石田三成が大将をやるっていう話したじゃないですか。うん、ただあれ、あのとこの看板見たら、なんだっけ、どこだ、毛利元就があれ大将をやるっていう風に名前が変わってたじゃないですか。うん、覚えてる？覚えてない。まあそうやって要はその大将を別の人にしようってなったんですけど、うん、それを石田さんに言ったのがこの大谷って人。石田さんはもうあれ仕事とかできつくて、あんた評判良くないから、うん、なんか大将だけでも別の人に変えときなって言って、うん、わざわざその西軍が少しでも有利になるようにいろいろ考えを巡らせてくれて、じゃあ僕が見えとるのとこれほぼ近いんだ。うん、うん、いや、この人すごいよ。いいな、こういう先生だったらいいな。こういう先生だったら俺少しぐらい真面目になってたかもしれない。そうね、でも先生には確かに向いてるかもしれない。この人向いてるな、意外と。びっくりするぐらい。
か。ゼロではない。あ、うん、ゼロではないな。俺もう 400m 歩いたぞ俺。そうだね、だいぶ歩いてる気がするね、うん、通り過ぎたか。そうやろ。全然周りそういや見てなかったわ。ないぞもう道。うん、困りましたな。また何山で遭難。遭難中ですなこれ。絶対してきてねえってこんなの。絶対違うやろこれ。それっぽいのない。何にもねえぞ。あったんかい。470m でおめえここだろこれ。これですね。なあ、さあ、ゲームではだいぶイケメンに描かれてる彼ですが。動物の匂いがする。本当だ。前歩いてていい？うん、どうぞ。なんかお水が落ちある。ああ、でもなんかちっちゃいお墓ですな、やっぱり。大谷義嗣の墓。この大谷さんがね、石田三成とすげえ仲良くなった理由、うん、というかエピソードが一つありまして、うん、まだ二人が秀吉、豊臣秀吉の上司だった頃、うん、じゃあ、 あの部下だった頃、おあれ、秀吉がとにかくお茶会しよう、お茶会しようってなんていうの、うん、お茶会にみんなを誘ってたわけですよ、うん、で、その石田さんとか、ね、この大谷っていう人も誘われて、うん、お茶会やるじゃないですか、うん、お茶会やるときに、あれ、大谷さんが持病のせいで、うん、鼻水とかそういうのが止まらなくなって、うん、で、お茶に鼻水入ってしまったのですよ、うん、みんなで回し飲みするのに、うん、結構ね、お手前でってやってるあれ、うん、みんなで回し飲むじゃないですか、さすがにあれ、鼻水入ったら、うん、バッチリじゃないですか。で、誰もなんていうの、飲むふりだけして口をつけなかったんですよ、うん、ただその石田三成さんの時になった時に、うん、あの人全部一気にグイッと飲み干しまして、うん、で、失礼、秀吉様の入れたお茶がとても美味しかったので全て飲み干してしまいましたって言って、うん、その大谷さんのせいでお茶が余るところだったのを全部知ったよと、なんていうの、フォローしてくれたんですよ、うん、それからもう感謝感謝、その大谷さんは石田さんに
よりなんていうの力を添えていくっていうエピソードがある。この人、うん、いい人じゃん。キャーラって、ここだけねきちんとお花きちんとされてる。確かに。まあ言ってお墓は巡ってないですからね、俺ら古戦場巡ったけど。でもなぜなんだろう。悲しいお墓だよね。何なんだろうこの悲しいお墓って。死んだ時のそれが原因かな。悲しいエピソードあるの。あの関ヶ原で裏切り者が出ましたって言ってたじゃないですか、うんうん、真っ先に攻められたのがここなんですよ。あここっていうかその大谷さんの陣だったんですよ。でもなんかこの人ここの墓すげえ悲しい墓に感じるんだよな。華やかに見えるんだけどすごい悲しい。なんでやろう、うん、なんか書いてないかな。よいしょ。思いっきり悲しいエピソードが書いてあるんですけど、小早川秀明が寝返り、大谷義継隊は壊滅、最後を悟った義継は、あの、もともとこの人病気だったんですよ。で、その闇崩れた醜い顔を敵にさらすなと言い残して、家臣の人に、あれ、殺してくれと解釈を頼んで自殺してるんですよ、この人。で、その戦場を離れて、義継の首を、あれ、持って逃げた部下が、たまたま敵軍の一人に見つかっちゃって、で、お願いだから、この大谷さんの首のありかは秘密にしてほしいって頼んで、この部下の人も自分から、あの、首を差し出すよ、あの、殺されてるから。やっぱ戦国時代悲惨やな。そんな理由で自殺する人バスバスおんねんな。じゃあ まんざら僕感じてるのは嘘じゃないんだ。そうね、悲しい理由は分かったね。ちょっとはお前尊敬しろ。え、君には僕の尊敬がないから。まあそうね、あなたいなかったらこんなエピソード語るような動画は撮ってないな。まんざる歴史と今浅くしか沿ってないけどある程度当たったよね。そうね。なんかすごいお墓がすごい悲しく感じたんだよ。そうね、最後その自分あの大谷さんの首の場所は誰にも言わないでほしいって言って、うん、ちゃんと家康にもその報告されずちゃんと秘密にされて、でここに弔われたってあるから。さあ皆さん、ね、まあ余談な話をしながら歩いてきましたけど、本当に暗くて怖くて、そうね、これ夜来る場所じゃないね。本当だね。俺らなんていうの、むちゃむちゃ明るいライト持ってるから、そう、まあ、あれだけど、これ懐中電灯1個で来るの多分怖いね。怖いな。この山道怖いな。子供ビビるぞこんなもん。絶対俺入れないと思う。ちっちゃい頃だったら。無理無理無理。何しにこんなとこ行くの。今でも怖いぞこんなもん。今日は来てみたんだけどね、この誰やった？大谷義継。義継、あのね、すごいお墓がね、本当悲しく感じたんだけど、すごく、でもね、本当さっきも言ったように、意外とおしゃべりの好きな、まあ学校の先生みたいな。おお。うまく言えばね。うまく言えば。うん。なんかあの墓見なきゃよかった俺。なんか重たいもの感じる、悲しい感じが。すごいか、もう何オフにしてから、はい、オンにしてからすごい悲しい。なんか悲しい、何なんだろうこれと、もう衝動に駆られて悲しい墓だなって感じて、であなたに説明されて初めて悲しいかこれエピソードがあるんだと思います。そうね。
なんか俺いかにも先に字読んどるように思われへんかも。俺字読まないタイプやけど。興味がないからな。さっき言ったさ、うん、学校の先生に向いてるなんてエピソードどこにも書いてないよ。悪いけど。この人、学校の先生タイプじゃない。人見知りしないし、意外と、おしゃべりの。三成さんに行くと会うかもしれん、こういう人だったら。うん、まあ三成さんにいろいろなっていうの。ねえ、うん、どうすればいい、こうすればいいっていうのを教えてた副将軍のポジションだから。じゃあ俺マンデラ冗談言ってないね。うん、よかった。またキツツキたとか言われるとキツツキってきたらコメントきたら困るんだよ。なんでこいつはコンコンコンって叩いて俺を送りたるわ